それでは、予選の予備予選、コースオープンします。ラッサさんと尾身さんと石川さん。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。ラスカ、オミ、石川。はい、石川さん、OK です。はい、ラッサさん、OK です。本日最速石川27.471秒。はい、尾身さんも OK です。全社 OK。 はい、じゃあそれでいきましょう。プラクティス終了です。ベストラップ1ラップだけ取ります。出走順は1人ずつ、ラッサさん、尾身さん、石川さんの順です。それでいきます。スタート5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。ラスタスタート、オミスタート、石川スタート。はい、全車計測開始しました。2分間のうちのベスト1ラップだけ取ります。さあ1周目、オミさんが 9.75、 石川さんが 11.29、 ラッサさんが 18.56 という1周目。さんが自己ベスト 9.22、 これが今のところトップタイムです。2番手のタイムが石川さん 9.86、 3番手がラッサさん 10.16。 さあラッサさんが自己ベスト 10.08。 さあ1分経過、残りが1分です。さあラッサさん自己ベスト 10.04。 さあ残りが30秒です。現在のトップタイムは尾身さんが3周目に出した 9.22、 続いて石川さんが3周目に出した 9.86、 3番手がラッサさん6周目、 10.04 です。さあ残りが15秒です。さあ残りが5秒、ここで2分です。ゴールのコールがあるまで有効です。ラスタゴール、ラサさんゴール、オミゴール、オミさんゴール。レース終了です。マシンを回収してください。22でした。続いて石川さんの 9.86、 ラサさんの 10.04。 はい、それでは次の予備予選コースオープンします。プラクティス開始です。林さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。
小松 RM、林 TKG、栗。はい、高木さん OK です。はい、小松さん OK です。9.77。9.75。はい、栗さん OK です。はい、林さん OK、 全勝 OK です。9.83。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、小松さん、林さん、高木さん、栗さんの順で1人ずつです。それでは行きます。スタート5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。小松 RM スタート、林スタート、 TKG スタート、栗スタート。はい、全車スタートしました。2分間のベストラップ、1ラップだけを取ります。さあ、小松さん 10.17、 林さん 10.68、 高木さん 10.01、 栗さんが 11.33 という1周目。さあ、2周目、小松さん9秒台、 9.78、 林さんが 10.50、 高木さんが 9.39、 栗さんが 9.19、 これはコースレコード。小松さんが 9.72 自己ベスト、林さん 9.94 自己ベスト。さあ、さらに栗さんが自己ベスト更新 9.08。さあ、再び栗さんが自己ベスト 9.02。 さあ、林さん自己ベスト 9.93。 さあ、1分経過、残りが1分です。さあ、小松さん自己ベスト 9.72。 栗ちゃんに負けちゃうからモーター取り替えちゃうかな。1経験ですか。1経験。さあ、残りが45秒です。現在のトップタイムは栗さんの 9.02、 続いて高木さんの 9.39、小松さんの 9.72、 林さんの 9.93 です。小松さん自己ベスト更新 9.44。 高木さん、これなしね。はい、残りが間もなく10秒です。 ゴールのコールがあるまではタイム有効です。間もなく2分になります。さあ、高木さん 9.27、 小松 RM ゴール、林ゴール、林さんゴール、小松さんゴール、 TKG ゴール、 ゴール、レース終了。マシンを回収してください。トップタイムは栗さん 9.02、 続いて高木さんの 9.27、 小松さんの 9.44、 林さん 9.93 でした。ではこの結果に基づいて予選の組み合わせを作ります。
じゃあ予選一発目18時半からでいいですか。30分。予選は18時半からスタートします。どうでも。全然違うね。
それでは時間になりましたので予選の一発目もう1分、はい、じゃあと1分待ちます。あれ1回目で僕、うん、あと2分じゃあと2分申し訳ございません。さっきなんか送信料充電してたけど、さっきご飯も出てさっきはだって今じゃあコースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。クリオミ TKG。 はい、クリさん OK です。はい、おみさん OK。 はい、高木さん OK。 全勝 OK です。プラクティス終了です。はい、それでは行きますよ。出走順は一人ずつ、クリさん、尾身さん、高木さんの順です。それでは行きます。スタート。スタート5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。クリスタート。オミスタート。TKGスタート。はい、全車計測開始しました。予選は3分間の周回レースです。さあ、1周目トップで帰ってきたのは、
尾身さんです。2位が栗さん、3位が高木さんです。さあ2周目トップが尾身さん、2位が栗さん、3位高木さんです。2位栗さんは前との差が 0.6。 さあここで尾身さん自己ベスト 9.24、 栗さんが 9.34、 高木さんが 9.52、 さあ栗さんが自己ベスト 9.14、さあ高木さん 9.39 自己ベスト。さあ順位はまだ変わっていません。尾身さんがトップです。 0.3 秒差で栗さんが2位、3位が高木さん。さあ1分経過、残りが2分です。ここで順位の入れ替えがありました。2位に高木さんが上がってきました。3位が栗さん。トップ尾身さんは現在8周目走行中です。2位の栗さんが8周目、ごめんなさい、2位は高木さんです。3位が栗さん。栗さん前との差が 0.5。 さあ残りが1分半です。残りが1分半。さあ現在トップは尾身さん、11周目から12周目に向かっているところ、栗さんが今、高木さんが11周目、2位、3位が栗さん11周目、差が 1.25 ですね。栗さん前との差が 1.25。 さあここで高木さん自己ベスト 9.35、 残りが1分です。2分経過、残り1分です。残りが間もなく30秒になります。トップ変わらず尾身さんは15周目から16周目に向かっているところ、栗さんが2位に上がってきましたね。15周目2位、3位高木さんも15周目で3位、高木さん前との差が 0.9 秒です。栗さんは前とトップとの差が 3.8、 残りが15秒です。残りが5秒、トップ尾身さんが18から19周目に向かっているところです。ここで3分。尾身ゴール。尾身さんゴール。栗ゴール。栗さんゴール。レース終了です。マシンを回収してください。尾身さん19周3分ちょうど。2位栗さんが19周3分3秒、高木さんが19周3分5秒。はい、それでは次のヒート高速をします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。小松 RM、 石川、林、ラスタ。はい、ラスタさん OK です。はい、石川さん OK です。小松さん OK、 林さん OK、 全車 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は小松さん、石川さん、林さん、ラッサさんです。
それでは行きます。5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。小松 RM スタート。石川スタート。林スタート。ガスタスタート。はい、全車スタートしました。さあ、全車は1周目を終えてトップは小松さんです。2位が石川さん、3位ラサさん、4位が林さん。さあ、2周目小松さんが9秒台入ってきました。 9.79、 石川さんが 9.82、 ラサさんが 10.30。 さあ、石川さん自己ベスト 9.72、 林さん自己ベスト 9.64、 小松さんが 9.35 自己ベスト。さあ、ラサさん 10.14 自己ベストです。さあ、間もなく1分になります。残りが2分。トップ小松さんです。2位の石川さんとの差が2秒。3位がラッサさん、前との差が 1.4 秒。4位が林さん、前との差が 4.6 秒。石川さん自己ベスト 9.63。 はい、1分30秒経過、残りが1分半です。トップは変わらず小松さん、9周目から10周目に入るところです。石川さんが次入って同一周回の10周目、差が 1.9 秒あります。3位がラッサさん、現在9周目走行中。4位が林さん、9周目、前との差が 6.1 秒林さんあります。さあ、ここで林さん自己ベスト 9.62。2分経過、残りが1分です。トップ小松さんは13周目走行中。石川さんが入って13周目、差が 2.65。 3位が12周目走行中、ラサさん。4位が林さんも12周、ラサさんとの差が 3.7 秒。さあ、残りが30秒です。トップは小松さん、16周目走行中です。このペースでいくと19周の3分5秒ぐらいで入ってきそう。2位が石川さん、15周目から16周に入ったところ。ラサさんが15周目、林さん15周目、林さん前との差が 5.9 秒。さあ、ここで3分です。ゴールのコールがあるまで走ってください。小松 RM ゴール、ゴール、石川ゴール、林ゴール、ゴール、林さんもまだ。レース終了です。マシンを回収してください。トップ小松さん19周3分5秒、石川さん18周3分4秒、ラサさんが18周3分9秒、林さん17周3分3秒。予選2回目50分からやります。寝てたんですか？
1ミリのバックラインに作ってたかな。
ダメです、6枚だから僕も今回チーム、あ、はい、削った今削ったけど僕はあのパーツパッケージに入ってますけど、はいはい、あれを使うの勝負です。それでは予選の2回目いきましょう。コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。オミクリ TKG。 はい、はい、クリさん OK です。はい、高木さん OK です。はい、おみさん OK、 全社 OK です。10.43。あら、電話かかってきた。はい、矢野です。はい、お世話になります。はい、はい、プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番はオミ、フリ、TKG。
電波トラブルとさらばですね非常にそれだけでも買った価値がある確かにこれいいですよね DX のエンドではもうね入れっぱなしだったらアンペアリングしようになっちゃったあれがモジュールって一番最初のものでしょそうですよね僕も昔の他のやつって全然ペアリングしないんですよで本当にコースの外でペアリングしてそのまま入れっぱなしにして最後に一度持ち歩いたから10時間ぐらいに引き上げてアンピーケやろうと思ったら、まあ、モジュール変えればいいのかあとはあのモジュールでよくなかったかもしれないって感じですよねプリザムはそれは直したんですかあ、これ直しましただから軽音プリで直してくれないでしょええ、直してくれないあ、直してくれないな僕ら直せないんで基板切っちゃうあーあれじゃあ、いいですかはい、すいませんよいしょ出走順は尾身さん、栗さん、高木さんの順で1人ずつですそれでは行きますスタート5秒前まもなくレーススタートです4、3、2、1鬼スタート栗スタート PKG スタートはい、全車計測開始しました現在のポールタイムは、前のラウンドで尾身さんが出した19周3分ちょうどですさあ1周目から栗さん 9.19 尾身さんが 9.60 高木さん 12.53 2周目尾身さん 9.30 栗さんが 9.12 高木さん 10.11 さあ30秒経過してトップは栗さんですね 0.5 秒遅れて尾身さんが2位3位が、高木さんです高木さん自己ベスト 9.85 尾身さん 9.23 自己ベストさあここで栗さんが少しタイムロスがあって尾身さんがトップに変わりました2位が栗さん3位が高木さん尾身さん自己ベスト 9.22 高木さんが 9.33 自己ベストです尾身さん 9.18 自己ベスト更新1分経過残りが2分ですトップは尾身さんです2位栗さんとの差が1秒あります3位が高木さんさあトップの2台はこのペースでいくと20周に入ってきそうなペースですはいここで尾身さん今の周ちょっとタイムロスがあった模様で栗さんが急接近差が 0.02 秒さあここでトップは入れ替わりました栗さんがトップ 0.6 秒遅れて尾身さんが2位3位が高木さんですさあ現在トップは栗さん11周目から12周目を入るところです2位が尾身さん差が 1.5 秒あります3位が高木さんです2分経過残りが1分残りが40秒になりますトップ栗さん1人14周目走行中尾身さんがこれ入って14周目自己ベスト尾身さん 9.16 差が7秒4あります高木さんが3位13周目走行中前との差が1周ありますさあ残りが20秒ですトップ栗さんが16周目から17周目に入った尾身さんが次入ってトップと同一周回になります差が9秒1あります3位が高木さん15周目走行中まもなく3分時間です尾身ゴール尾身さんゴール栗ゴール栗さんゴールレース終了ですマシンを回収してください19周3分2秒尾身さんが18周の3分1秒高木さんが17周3分3秒
はい、それでは次のリシート、コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。小松 RM、 石川、ラスタ、林。はい、小松さん OK です。鹿さん OK、 ラサさん OK、 林さん OK、 全社 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、小松さん、石川さん、ラッサさん、林さんの順です。それでは行きます。スタート5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。小松 RM スタート、石川スタート、ラスタスタート、林スタート。はい、電車計測開始しました。現在のポールは尾身さんの19周3分ちょうどです。さあ、1周目、小松さん 10.02、 石川さん 10.13、 ラサさんが 11.06、 林さんが 10.37。 2周目、小松さん9秒台、 9.66、 ラサさんが 10.41、 林さんが 10.22、 小松さん自己ベスト 9.60、石川さんも自己、ベスト更新 9.78、 小松さん 9.48 自己ベスト。さあ、小松さん毎週自己ベスト更新しています。この週は 9.42。 林さん自己ベスト 10.03。さあ、1分経過、残りが2分です。トップは小松さん、2位石川さんとの差が 1.7 秒あります。3位が林さん、前との差が 2.2 秒、4位がラッサさんです。ラッサさん前との差が 6.4。 さあ、ここで小松さんが少しタイムロスがあったもので、石川さんが急接近しています。差が 0.3 秒、石川さん前との差が 0.3 秒です。1分30秒経過、残りが1分半。さあ、現在トップは9周目走行中の小松さん、10周目に入りました。石川さんが次入って10周目、差が 0.7 秒。3位の林さんが次入って10周目、前との差が 2.3 秒。ラスタさん現在9周目走行中、小松さん自己ベスト 9.42、 林さん自己ベスト 9.74。さあ、これラッサさん自己ベスト 10.34。 さあ、石川さん自己ベスト 9.78。 2分30秒経過、残りが30秒です。トップは変わらず小松さん、14周目、15周目に入った。石川さんが次入って15周目です。差が 3.8 秒、3位が林さん、前との差が 2.5 秒、ラッサさんが現在14周目で4位です。さあ、残りが15秒です。小松さん前の前の週自己ベスト更新 9.40、 ラッサさん自己ベスト 10.28。 さあ、間もなく3分になります。小松さんが18周目走行中、石川ゴール、石川さんゴール、小松 RM ゴール、ガスレース終了です。マシンを回収してください。19周3分7秒、石川さんが18周3分1秒、林さん18周3分3秒、ラサさんが17周3分5秒。いいんです。
ではこの結果に基づいて勝ち上がり決勝の組み合わせ作ります。セルリコですか。あ、プロを待たない。プロか R を待たない。
それでは時間になったので構造分します。小松さん、石川さん、ラサさんのヒートです。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。構造分です。小松 RM、 石川、ラスタ。ってことはこれ3番付けたらどうなるの？
切これ以上は投資の12みたいな話で大丈夫大丈夫、これでハイバックさん OK です。はい、小松さん OK です。14.75。はい、石川さん OK です。全社 OK。はい、それでは行きます。よいしょ。プラクティス終了で、今度は同時スタートになります。小松さん、石川さん、ラサさんの順で並んでください。本当に外いるのスロープつけて歩くぞ。いきなり現れる。はい、それではありがとうございます。それでは行きます。スタート5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、計測開始しました。はい、トップで帰ってきたら小松さん、石川さん、ラサさんの順です。さあ、2周目、石川さんが9秒台 9.99、 ラサさんが 10.51、 小松さんが 10.13。 さあ、小松さん3周目9秒台 9.46、 石川さんが 9.97、 自己ベスト更新。さあ、現在トップは小松さんです。1秒差があって石川さんが2位、3位がラサさんです。
さあ石川さん自己ベスト更新 9.74、 ラサさんが 10.33 自己ベスト更新。ここで順位が入れ替わった模様です。トップが石川さん、2位小松さんとの差が 1.2 秒、3位ラサさんは現在7周目に入って前との差が 4.5 秒。さあトップは変わらず石川さんです。2位の小松さんが1秒差まで近寄ってきています。ここでラッサさん自己ベスト 10.26、 前との差が6秒あります。ラッサさんさあ再び石川さんと小松さんの差が開いてきています。 2.8 秒、ラッサさんは前との差が 5.3 秒。さあ石川さん13周目突入の小松さん13周目、差が 2.2 秒、ラタさん現在12周目走行中。さあまた小松さんがトップに近づいてきています。 1.4 秒差。この週で 0.7 秒差まで詰まってきてます。さあこの週で 0.5 秒差。おおあの勢いでそのままここでトップが小松さん、2位が石川さん 1.6 秒差、3位がラサさん。残りが1分です。残り1分。残りが30秒です。トップの小松さん現在20から21に入るところ、石川さんが現在20周目、ラサさんが19周目走行中。さあ石川さん前との差が4秒。さあ残り15秒です。残りが5秒。ここで4分です。石川ゴール、ラサさんゴール、ラサさんゴール、レース終了です、はい、足も回収してください。4分8秒でした。はい、はい、それではコースオープンします。プラクティス開始です。高木さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。フリー TKG 林。
はい、高木さん OK です。林さん OK です。はい、栗さん OK、 全勝 OK です。では行きましょう。プラクティス終了、ポジションは栗さん、高木さん、林さんの順で並んでください。栗さん、高木さん、林さん。はい、ありがとうございます。それでは行きます。スタート5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、計測開始しました。はい、1周目トップで開始したのは栗さん、高木さん、林さんの順です。さあ、2周目、栗さん9秒台入ってきました。9.32、林さんが9.98、高木さん14.15が2周目。2位に林さんが上がってきました。3位が高木さん。林さんはトップとの差が 2.5 秒。高木さん前との差が 3.5 秒。高木さん自己ベスト 9.89。さあ、高木さん自己ベスト 9.87。さあ、高木さん自己ベスト 9.61、 林さんを追い上げています。差が 2.6 秒。さあ、林さん自己ベスト 9.81。 1分経過、残り3分です。トップは変わらず栗さん、現在7周目から8周目に入るところ。林さんが次入って8周目です。差が 5.33 あります。高木さんが次入って8周目前、林さんとの差が 6.7 秒。まもなく2分になります。残りが2分。トップは変わらずクリさんです。12周目から13周目に入るところです。林さんは前との差が6秒。3位は高木さんです。前との差がやはり6秒。さあ、2分30秒経過、残りが1分半です。ここで3位の高木さんが林さんに迫ってきています。1周だいたい 0.4 秒ぐらい詰めてきています。この周で差が5秒まで縮まってきました。前との差が5秒。高木さん、さあ、トップの栗さんは17周目から18周目に入るところ、もう林さん、2位林さんとの差が9秒近くあります。さあ、3分経過、残り1分です。さあ、残り45秒です。トップ変わらず栗さん、20周目から21に入るところ。2位の林さん現在19周目、3位、高木さんが19周目。今20周に入ったところ、高木さん前との差が4秒。残りが20秒です。高木さんここで自己ベスト 9.49。
前林さんとの差が3秒5まで縮まってきましたが、残りが15秒。さあ残りが5秒。ここで4分。クリゴール。はい、クリさんゴール。林ゴール。林さんゴール。レース終了。マシンを回収してください。4分2秒でした。じゃあ決勝40分からでいいか。尾身さん、栗さん、小松さん、石川さん、林さん。やっぱりポルトボリやっぱり体は自分の面白いです。
それでは時間になったので放送とします。ちょっとちょっとだけの。ああ了解了解。いや最高。いやミリカのスタッフで。どのぐらい半秒か。やっぱり一軒目。あ、そうですか。グリップ剤も塗ってみたいですね。ああ、笠原さん塗ってたから。いや、あそこにストレートランドだけめくれるんですよね。あスポンジ一回試しちゃうともうゴムに戻れないんですか。いや、もうね。ね。今、
終電終わったんで、後でやってみようと思います。すごい。ミニチュアミニチュアなくなりますね。ゼロ人で楽しめるんですね。そうですね。じゃあ栗島さん、モーター交換したの？いえ、あの、経営上。ああ。はい、じゃあコートオープンします。決勝プラクティス開始です。おみさん、プラクティス時間は2分、コースオープンです。おみ、ふり、小松 RM、 石川、林。はい、石川さん OK です。小松さん OK。35.61、35.28。はい、おみさん OK、 全車 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。グリッドはおみさん、くりさん、小松さん、石川さん、林さんの順です。おみさん、くりさん、小松さん、石川さん、林さん。はい、ありがとうございます。狙ってますね。あれ、またなんかショートカットしてる。ショートカットしてる。はい、それではいきます。8分間の決勝レースです。スタート5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、電車計測開始しました。さあ、トップで入ったのは尾身さん、小松さん、栗さん、林さん、石川さんの順です。この中で尾身さんが1人9秒台、 9.74、 1周目から出ています。尾身さん2周目 9.17。さあ、同じく9秒台入ってきたのは林さん 9.9、 小松さん 9.8、 栗さん 9.7 です。さあ、現在トップは尾身さんです。2位が小松さん、3位栗さん、4位が林さん、5位石川さんの順。さあ、栗さん自己ベスト 9.62、林さんが 9.70 自己ベスト。さあ、小松さん 9.37 自己ベスト。さあ、ここで栗さんが8秒台、 8.83。 めちゃめちゃ速い。さあ、そして栗さんが2位に上がってきました。3位が小松さん、4位林さん、5位石川さんという順です。さあ、ここでトップ尾身さんに栗さんが急接近、差が 0.2 秒。3位が小松さんです。前との差が 1.3、 4位が林さん、5位が石川さんです。石川さんは前との差が3秒。さあ、トップ争いですが、現在トップは尾身さん、2位1秒差で栗さんが追っています。3位が小松さん、栗さんとの差が 2.3 秒、4位が林さんです、5位が石川さん。
石川さん前との差、林さんとの差が 0.4 秒まで縮まってきています。2分経過、残りまだ6分あります。さあ再びトップと2位が近づいてきています。差が 0.2 秒。さあここでトップの入れ替えがあった模様です。トップが栗さんに変わりました。2位が尾身さん、差が2秒9。3位が小松さん、前との差が2秒。さあ、4位が林さんです。5位石川さん。さあただ石川さんは前、林さんのすぐ後ろにいます。差が 0.9 秒。3分経過、残りが5分です。さあここでラップを見ていきましょう。尾身さんがこの週 9.24、 小松さんが 9.64、 栗さんが 9.43、 石川さんが 9.65。 さあここで再び尾身さんがトップに変わった模様。2位が栗さん、3位が小松さんです。4位が林さん、5位石川さん。ここで尾身さん自己ベスト 9.15。 さあトップ尾身さんと2位栗さんの差がここで1秒05です。差が1秒05。さあ4分経過、残りが半分、4分です。トップの尾身さんはこれで26周目に入りました。栗さんが26周入ってきて差が 1.7 秒。3位の小松さん25周目、林さんが現在24、石川さんも24周目走行中です。さあ今週トップと2位の差が 1.8 秒です。ここで4位争い、林さん現在4位を追う石川さんは1秒差です。さあ間もなく時計は5分になります。残りが3分。トップ変わらず尾身さん31から32に向かっているところです。栗さんも同一周回、トップ2台は同一周回です。さあ差がこの週の差が 1.4 秒です。3位小松さんは単独30周目走行中、4位と5位林さんと石川さんが同一周回30周目。さあここで石川さんが上に上がって4位になりました。林さん5位。さあここでトップの入れ替えがありました。栗さんがトップ、尾身さん2位、3秒差。3位が小松さん、4位石川さん、5位林さん。前の週3秒3あった差がこの週は3秒6まで広がっています。トップ栗さん、2位尾身さんとの差が 3.6 秒。3位小松さん、4位石川さん、5位林さんの順です。石川さん前、小松さんとの差が 2.5 秒。さあ6分経過、残り2分です。おっと、ここで栗さんにちょっとタイムロスがあった模様で、尾身さんがすぐ後ろにいるんじゃないかな。そうですね、差が 0.6 秒差まで縮まっています。さあここで再び尾身さんがトップに帰っていただきました。2位栗さん 0.2 秒差。ここで石川さんトラブルの模様。さあここで時計は7分です。残りが1分。さあトップ争い、インビルド。さあここで一旦尾身さんが2位を引き離した形、 1.2 秒差。
3位が小松さんです。4位が林さん、40周目。さあトップの2台が帰ってきます。46周目に2台入ります。差が 0.5 秒まで縮まってきました。3位の小松さんが44に入ったところ、4位林さんが現在42から43に入るところ。さあトップ2台が残りが20秒です。残り20秒。さあここで栗さんがトップに返り咲いて、尾身さんが2位、 0.5 秒差。さあ残りが間もなく10秒です。残り10秒。さあ残りが5秒です。クリゴール。さあ栗さんここでゴール。林ゴール、尾身ゴール、尾身さんゴール、小松 RM ゴール、電車ゴールです。トップ栗さん50周8分ちょうど。レース終了です。マシンを回収してください。そうそう、レースだからしょうがない。締めやってたらなんか敗退でしょ。しもう大丈夫だ。